チュニドラ、とか言うあっという間にナンジーを席巻したでしょう。癖になるよな。なんで今までなかったのかってくらいのフィット感。直接的な侮辱する言葉は入ってないのにワードにバカにしてる感が詰まってるのがすごい。別に区別してなくない？相性やんけ。マスコットみたいで可愛い。これいつから流行ったんだ？1週間前はなかった気がする。急に流行ったよな。スプリクト酒が始まりなんだっけか。7月ぐらいにスプリクト対策ですれたい大チュニジアってやったらそっから進化した。チュニドラ響きが間抜けすぎる。響きが弱そうで良い。中日ドラゴンズは煽りがきつすぎるからちょうどよくて助かる。はじめの町の草むらで仲間にできるタイプ。ポケモンの第一進化っぽいよな。最終的にズンドラゴになるやつ。ズンゴラドナ。ズンドラゴのが響き好き。中日打線みたいに可愛いからぴったりなんよ。中日ドラゴンズというのかい？贅沢なのだね。今からお前の名はチュニドラだ。可愛さと弱さと中日感を兼ね備えた奇跡のネーミング。略しただけで名前まで弱くなるの奇跡の存在だろ。